はい、皆さんこんにちは、ももんがです。今日はですね、私チャンネル登録者数が3000人を突破いたしましてですね、この質問コーナーをすっごい久しぶりにやっていこうと思います。はい、今回は募集だけの動画になるんですけど、いつもね、質問箱とかで質問募集してたんですけど、匿名になると、なんだろう、その質問するみたいな、匿名だからそうやってコメントしたんでしょっていうのがね、いくつかあったので、今回は YouTube のコメント欄のみで質問を募集していこうと思います。 YouTube のコメント欄は YouTube の登録をしたらコメントができるので、ぜひそちらにコメントしてください。あと、なんかね、 Twitter とかでハッシュタグつけてコメント募集しようと思ったんですけど、多分ね、そんなツイッターだったら集まらないと思うし、ぜひ皆さん YouTube のコメントのみで質問を受け付けるので、そこで質問していただけると嬉しいです。で、まあ、なんだろう、答えられないことも多分あると思うんですけど、まあ一般人とはいえ一応人間なので 答えられないこともあると思うんですけど、でもまあ大体は答えていこうと思うので、ぜひ皆さんコメントしていただけると嬉しいです。あと、まあ、ハロプロのことだったり、趣味のこととか、何でも大丈夫です。大体は何でも大丈夫です。ハロプロだけとか、そういうことは全くないので、まあ、質問していただけると嬉しいです。本当にもう3000人ありがとうございます。YouTube 始めた時に、1年で100人いけばすごくいい方だと勝手に思っていたので、こう1年、でもね、1000人いくのに結構かかったんですけど、その100人突破した時もすごい嬉しかったし、なんか3000人とか、そもそも1000人自体がこうすごい遠くの方だったんですけど、1000人行って、2000人行って、3000人行って、で、まあその2000から3000人行く時って、私結構本当に YouTube の、UUUM のアカデミーに入ったりとか、この YouTube っていうことに対して軽くこれまで考えてたなって思うことがたくさんあって、それをこうちゃんとしなきゃって考えさせられた期間でもあるので、こう、なんだろう、最近は YouTube に対しての考え方が、こう、まあ動画投稿すればいいやぐらいの気持ちだったんですよ。まあそれでもちゃんと編集はちゃんとしてたんですけど、それからさらに、ちゃんと見やすいように、あと内容も飽きないようにしないとっていう、この内容をね、詰めれるようになったので、かなりこう成長したと自分では思ってるんですけど、これからも、まあ今年中に1万人いってほしいな、みたいな。で、まあチャンネル登録者数が多くなればなるほど、ハロプロのことも多分知れ渡ると思うので、はい、ぜひ皆さん登録していただけると嬉しいです。あと、質問いっぱい待ってるので、コメントしていただけると嬉しいです。質問は、今週の日曜日までに、日曜日まで募集して、で、来週質問コーナーをしていきたいと思うので、ぜひ皆さんコメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。